わあ、蜂だ。これ勝手に近づくなったらすごく痛い攻撃されそう。初めに見た、これも。うわあ、蜂。あ、いや、もうここしてる場合じゃない。もうその夜来るから。もう約束の通りに、ハードコアだから、もう死んだら一回でおしまいです。もう二度とありません。だから、ワールド削除で。もう、この音すごくなんか、じゃあ、いろいろ得たから、じゃあ、作ってみようか。ああ、もう結論的に、もう階段、もう、階段作っていい？よかったな。それが結局。それが結局、何と言ったらいいの？ねえ、日本語で。ああ、燃料になるから、燃料。燃料になるから。さあ、作ってみようか。棒が必要だな。で、棒はあるから。OK。照明作った。大丈夫かな、その。クリーパーも。いや、ここに来ないで、ちょっと。ここに来ないで。ちょっと。もう、その、クリーパーを呼ぶのじゃないの？もうやめて。もう見ないで。もう、いや、泣いてもしょうがない。俺も悲しいよ。もう、ドアを作ろう。もう俺は言った。さっきから。お金ないし帰りなさいという。作るためには一旦オークを。板と言うんだ。板。オークを板に作って。オークを板にして。オークのドア。オークのはしごもやっぱりいるな。多分。棒を作って。じゃあ、ベッド作ったから、ベッドでよく寝よう。夜いいことないから。じゃあ寝よう。ああ、お疲れ。ああ、よく出た。とりあえず入り口をこの両面にしないと入りづらいな。もうやめよ、ちょっと、もう、おー、ちょ、いやー、もう俺の家が、もう、お前ら許さだ、許さ。許さ、もう許せねえ。ああ、ラッキー、ヘルメット獲得。とりあえず食べよう。もう俺の大事な、もうその、風呂なしマンションを、もうこれ、もうやめて、この俺の部屋の中で。もうクリーパー君、ちょっと、もうこの、
さない。もう、クリッパー。もう、ヘルメット獲得だ。保護に、だから保護力がもっと強いヘルメットを獲得しました。ババババンバンバンババン、ヘイ。もう役に立つはず。どうすんのよ、これ。の板を汚くしてね。一回、1ブロックもっと取って。風呂なしマンションを、風呂なしマンション、この風呂なしマンションをもっと広く見えるようにしようか。そう、高く見えるようにしようか。もう、どうせこのラインが、もう、このライン線だから、このラインだから、一回下の、1個下のこのラインだから、もう綺麗にやるためにも、もうやっちゃった方がいいな。こうしたらまた綺麗に見えるはず。でもやっぱり俺がそのさっき言ったように、もうこのもう東西南北が広くて、多分モンスターたちがすごく来るな、東西南北から。こうやって、石材が必要だな。石材をちょっと、どこで取り、あちらか。あちら行ってこようか。つるはしが、強いつるはしがないから。あよ。走るのも。これは何かな。うわー、これは、後で勉強しよう。多分、花の名前が日本語で何と言うのかわからなくて。ここいいな。石材がちょうどある。考えたらクリーパーもガチくな。とりあえず石材を取って、もっと強い道具を作って、吊るばしとか。遠い場所から見ても下手くそな風呂なしマンションだな。もういろいろ探索しながらいいものを手に入れて戻ってきて、一個一個ちょっと綺麗に作ろう。
ね。豚肉を。不動産だったら人にもう絶対もう勧めたらダメな家よ。家賃いくらかなこれ。もう無料よ無料。石材を取ったから、斧とそのつるはし、ショーベル。これは日本語で何と言うんだろう。クワ？クワ？こういう桑というんだ。桑、石の桑。もうこれも必要。桑も大事。桑、いやーこの単語は忘れるかも。何回繰り返しながら覚えないと。夜来る。夜が来ます。ドア、作ったドアで。とりあえず、箱を。ちょっと入れて、あー、これ紐？紐だ。確かこの紐が前のあの馬と関係があると思って、動物にも。
ペット。また設置して寝よう。夜いいこと一個もないから。あ、ここしなりしたらまたためだし。寝ましょう。よし、外に出たら多分クリーパーたちがばっかりいるかもしれないから、とりあえず走って。クリーパーよ、来い。ちょ。雲の目がすごく珍しいもん。あー、オッケー、骨。骨大事。ものはちょっと入れとこう。ドアをもう一個作ろうか。クラップとテーブルを、カローをここに設置して、ここは後で倉庫みたいになるかもね。ちょっと窓とかあったらいいけど、窓を作るためにはガラスが必要だから、ここでカラスなんて、日本語で何と言うかのあれを、砂がないと、もうこれあの蜂すごく気になるけど、どうかな、あの蜂、蜂がいるというのは何？道があるの？道がある？あ、すごく美味しそう、道。ん？これか。あー、これか。触ったらすごく黒く。うわー、ちょ。
もうびっくりした。もう、あ、でも本当にここいい環境、丘の上に雪、あれは何、あれは、滝というか滝も見えるし、丘、滝、砂が多分川とかがあったら、ちょっと高い場所にちょっと登ってみようか。この辺りには、あ、これすごくいい環境なんだけど川が見えないね。砂が見えない。だから窓は今多分すぐは難しい。多分、ダンジョンとかはないかな。うーわー、あー、川発見しました。でももう、うわー、すごくくだらないと、あー、あちらに砂が見える。あれを取るために、うわぁ、もうすごく下って、取って、上に登って、いやー、それは今はちょっとめんどくさくて、ちょっと難しい。あちらにあるという分かったから、ここで表紙をしようか。もうここにあります。ここに設置をこうしたら多分わかる？多分あちらから見えるから。OK。ああ、完璧なエアリアだな。いろいろある。だからすごくなんか自然みたい。滝とか、あの、ここが一番好き。上に何があるかな。上もいてみたいな。ちょっともっと周りをもっと確認しよう。わかる必要があるから。お、あー、ここ、ダンジョンの匂いがする。表紙しよう。だから、あちらが川。この丘の、この隙間が多分ダンジョンとか、CC は今大事だから、どうにか目に見えるたんびに何かどうにか獲得しないと言おう。もう、うわー、綺麗、美しい。あちらもやばそうだな。なんかいたら何かがあるかも。ここが本番だぞ。ここ本番よ。何かが、これなんと言うんだろう。炭鉱に行く道かも。うわー、何か見えた。あれ何？クリーパー？今は行きたくないな。
ここにちょっと表紙したいな。ああ、でも、正面を全部使っちゃった。あ、でも今作れるかな。ああ、作れる。あ、これはもうクラプトテーブルがなくても作れるんだ。OK。ここに表紙しよう。ここにまたやばいことが一個あります。という。じゃあ、うわー、ここもやばいぞ。ああ、もう、あの、蜂をどうにか攻略してみないと。なんか、蜜が、ああ、もう、蜜食べたい。絶対蜜とかを。ちょっとなんか。おう。ああ、もうびっくり。もう、ごめん、ごめん、ごめん。それあとで、あとでちょっと撮ってみよう。あちら一個、あちら。はーい、ここもやばいところです。なんかがあります。あ、夜来るわ。早めに戻らないと。うわー、遠い場所まで来ちゃった。逃げよう。ゾンビたち出ないで。おう。もう変な音、ちょっとなんか。もう嫌、もう。おう。じゃあさようなら。さようなら。いいな、おクリッパと、この辺りがちょっとちょことだけちょっと分かった。もうどういう風になっているのか。あちら川、この辺りの丘のどこかになんか隙間が何個見えて、なんかすごくやばそうに見えて。あー、単語忘れた。あれ何と言うんだったっけ。立ちと言うんだったっけ。立ち？あ、滝と言うんだ、滝。あ、これ何回忘れて、覚えながら、忘れて、また覚えながら。OK。じゃあ、本か。1時間ぐらいプレイしました。その。過度なゲームプレイはあなたの健康に影響。そういうことも。なんかそういう案内が、韓国は義務化みたいになっちゃって、何のゲームをしても1時間ずつ、ああいうなんかワーニング、その案内メッセージが出る。だから無理にゲームしないでという、体に悪いですみたいな。じゃあ。